まあ本当面白い話プロの人でもたまに「あれ音出ない」みたいなのでよくあるあるなのが <music> d j ハックスをご覧の皆さんこんにちはこんばんばは、ベビーティーです今日は DJ で基本的に何をしてんだろうってなった時に。 だいいたみんなこのイヤホンとかねヘッドホン使ってこういうような動きをしてる人が多いと思うんですけどっていうか多分メディアとかでもねよくこういうこん,なこんな感じで DJ って言われると思うんですけどこれのこっちはまあわかると音をコントロールする方なんですけど実際こっちね何やってるのかっていうのがわかんない人もいると思います。あとはね初心者で始めたばかりの方でどうやって右と左でかかってる曲のモニターを聞き分ければいいのか。 こちらもなかなか難しいところだと思うので解説していきたいと思いますはい、えー、これね CDJ 左右にありますけどこの左にかかってる方が1曲目1曲目と右にかかってる方の2曲目をつないでいくで2曲目がかかったら今度左側の曲で3曲目をつなぐ左がかかったら今度4曲目を右でつなぐみたいな感じで音が途切れないようにずっとミックスし続けることを基本的に DJ と呼びます。 dj しててるっていいううう状態はつまりそういうことなんですね右の右と左をずーっと交互にミックスし続けて、えー、音を止めないお仕事だというのがまず一つ DJ としてあると思います。で実際左にかかってる曲と右にかかってる曲をテンポを合わせること。テンポを合わせて お客さんに対して聴いてほしいところ聴かせどころをしっかりコントロールすることで聴かせどころを決めたらあとはどどここでででで切るるか、か曲を入れるかっていうののは本人の感覚次第で、OK、です。なんですけど、えー、一番気をつけなきゃいけないところがこの右と左の曲を合わせる時にこうテンポももちろんぴったり合ってなきゃいけないし 拍数ですね小説数もぴったりあって気持ちよく聞かせなきゃいけないしってなると何をしてるかというとですね DJ のこれのここは外に例えばかかってる曲が1番の曲だとしたら2番の曲がこの中にかかってる曲なんですね。なので1番の曲を外で聞きながらこっちの耳で聞きなながら2番のの曲をこっち側でででいてるんですよ聖徳太子的なね感覚のことを。 常日頃やっております外の曲が1番中の曲を今2番俺聴いてるわけで外の曲の1番が「あテンポもぴったしあったなサビもそろそろ終わるなよし!」ってなったぐらいでこうきっちりこっちの作業に入っていくっていうのを dj はやっておりますだからねこれなかなか言葉で説明するの難しいんですけど実際にねやってみようと思います1曲目。 俺こうやって今やってたと思うんですけどこの曲を聴きながら次のこっちの曲を聴いて進行のスピードは合ってるかなテンポは合ってるかなとか合わせた時に気持ち悪くないかなっていうのを聴いてますそれをどこで聴いてるかという疑問にお答えしますまずこここののミキサーの部分ってこう この間説明したね EQ がここでこれも説明しました縦フェーダーとなった時にここの間に Q っていうボタンがあるんですよこれはどこの会社のミキサーでもありますでこの Q のところを押すとこの押した押して今光ってるところ光ってる方がこのイヤホンの方で聞こえますよっていうことなんですねだから Q を押すと今この音が聞こえてる <music> なるほどなるほどとでじゃあ今度 2番をつなぎたいわけだから1番を外で聞きながら今僕は2番のここの緑の「Q」のところを押してこれを聞いてたんですこの音を。っていうことをやってたんですね。で、えー、これがぴったりここでミックスするぞってとこを見つけたら考えついたら実際にこちらをいじってミックスしていくっていうことをやってるんですね。はいなのでここの「Q」のボタンでまず中の音を聞いています。だから あの一番最初ね初心者の人とかはミキサーやっと届いたぞ DJCDJ 届いたぞってなった時にあれイヤホンの音が聞こえないなってこと多分よくあると思うんですよその時はここの Q のボタンを押してあげてくださいどこの会社でも必ずありますはいパイオニアさんでもあるしこのデノン DJ さんでもここにあります同じ位置にありますなのでこの Q のボタンこれで中の音を聞いていると外の音は外にこう縦フェーダーで流すこれはね大体みんな分かると思うんですけどなかなかこの Q がね分かんない クラブでも実はねなんかほ、まあ、本当面白い話プロの人でもたまに「あれ音出ない」みたいなのでよくあるあるなのがここイヤホンをここに挿していない、ね、このジャックに挿していない人とこの「Q」を押していないですいません聞こえないんですけどっていう人は結構ね緊張しがちな人あの上がりそうな人でよくありがちなミスです。これはね俺何何十回回見て何百回かな もううう見てきましたそういう人、はい、なので一番基本的なことなんでね、えー、ここを指すヘッドホンジャックを挿すもしくは僕ヘイヤホン使ってますけどヘッドホンでももちろん大丈夫ですあとは「Q」で「聞く」この中の「聞きたいと」ともちろん一番のデッキを使ってたら「赤」だし。 2番のデッキ使ってたら青だし3番だったら緑4番だったら黄色というふうにこのミキサーに関してはなりますで全部そうですけどねはいで実際この Q のところを押してどこでねこの Q の音量感とかをコントロールするんだってなった時にデノン DJ さんで言えばここにありますプライム4で言うとここにフォンズってありますねでちなみに、えー、パイオニアだとこの辺にありますでそのフォンズっていうところをこう押してあこっちかなパイオニアちょっと待ってよ どうだったかなちょっと自粛が長すぎて忘れちゃったけど、うん、確かこっちにあった気がする。だよね誰に聞いてるのか分かんないけどだからこっちにあった気がします。今嫁が調べてくれてますそここのね Q のボタンを押したらこのポンズの中でこの「レベル」ってありますね。はい、この「レベル」っていうところをこれ今ミニマムなんだけどもちろんこうやってやっていけばどんどん大きくなっていくよと。 パイオニア DJ のミキサーの場合はこちらにですねありました実際にデノンさんの場合はこちらにありますパイオニア DJ さんの場合はこちらにこのね Q, Q の中のイヤホンのモニターイヤホンもしくはヘッドホンのモニターのコントロールの場所がありますのでそこで音量をコントロールしてみてください僕的におすすめなのはですねイヤホンとかヘッドホンのモニターレベルはかなり低くしてやった方がいいと個人的には思います 人生で僕の DJ 人生で一度も大きくしてやったことはないですっていうのはもちろん耳へのダメージもあるんだけどえっと何よりも大きくしてやるとねね外音が聞こえづらいんです、ね、なので外音をつかむためにも、まあ、1曲目実際外で今かかってる曲をしっかり進行をつかむためにも中の音は小さくしてなるべくこう集中して聞くようにした方がいいと思います。で こここにねミックスっていうところがあるんですよパイオニア DJ さんだったらミキシングっていうところにここら辺がにあると思うんだけどこれミキシングっていうポイントデノン DJ さんの場合は、えー、このねミックスっていうところがあります。これね「Q」と「マスター」ってあると思うんですけどもちろんこれ今ね「Q」って光ってると思うんだけど「Q」に光ってる時は中のね耳の音を聞くときは「Q」に振り切ると「Q」が聞こえる。 でマスターっていうところに振り切ると外に出てる音が聞こえるんですね。なのでマスターは外音を聞くようだからこうやってやっててもじゃあ例えば1曲目こうかけますよね。9状態だとこれ今外音全く聞こえてないですただマスターはいマスターにした瞬間に、えー、外の音が聞こえるんですね。なのでマスターは外音を聞くようです。で9は中の音を聞くようなので、えー、イヤホンで聞きたい時は急に振り切る。で えこれはですね、えー、結構その使えるティップスなので覚えておいてほしいんですけど、えー、実際に僕がミックスをこの曲でやってみます。なので、えー、ここら辺のね動きを見ててほしいと思います。 はいみたいな感じで今ちょっとね軽くミックスしてみたんですけどここら辺のね手の動きを見てほしかったんですね僕途中まではこの「Q のところに振ってたと思いますこれは完全に中の音だけを聞くためなんですけど中の音を聞いてテンポとか進行の感じがぴったしあったなと思ってじゃあいざつなぐぞってなった瞬間にちょっとねこの間ぐらいに振ったと思うんですよ「Q と「マスター」の間ぐらいに。ここれはどういうういとととを示しているかというと えー、中のね Q の中の音と外音のマスターの音をだいたい半分半分いかないぐらいちょっと Q の方が、えー、中の音の方が大きいぐらいのバランスで聴けるようにここの中で実はできるんですよ。そうするとどういうことが起きるかというと実際にね外に音を出した時に音のねずルってあるんですよね。 あの聞こえで少しあの音が遅れちゃったりする時とかってあるんで実際自分ではぴったりだなと思って聞こえてても外に出してみるとずれてるってことってよくあると思います。あの DJ やってる方でもあると思うんですけどそれをねなくすためにはこれを使った方がいいです。有効なティップスだと思うので使ってみてください。ミキシングのところでえミックスがねえミックスポイントがしっかり決まったじゃあいざミックスするぞってなった時に Q に振ってたものを少しマスター寄りにしてあげる。だだいたたここれぐらららですかねね俺だっっの機種だったら、ね でこれぐらいにしてあげることで外音と中音がイヤホンの中で同時に聞こえるので外に実際音を出した時にやべえずれてるってことがほぼなくなります。というわけで今日は実際に DJ は中でね聞こえてる音と外でかかってる音をずっとミックスし続けることで音を止めずに皆さんに音楽を提供する仕事。 だととといいいいうことがこがの動画を見ててたただいて分かったと思いますそして DJ のね初心者の方でも、えー、このねポンズのティップスのところはすごく使えるテクニックなので、えー、使ってみてくださいこれだとね小さいスピーカーで聴いてたりとかしても実際外の音に出した時にあれずれてるなんてことがなくて気持ちいいミックスができると思いますというわけで今日の動画はここまでですまた次回の動画でお会いできればと思いますありがとうございましたベイビーティーでした